で600円になる。ごめんなさい。ナイス。ナイス。惜しい。すげえ。5%。これ来たらやばい。風もやや冷たさを感じます。芝田と亮の発表、11レース天皇賞を迎えています。 G1 フォース7頭がここに集結、豪華なメンバーとなりました。楽入りは順調に進んでいきます。7番のクロノジェネシスが収まって、12番ゲート誘導を受けて収まりました。全馬ゲートの中スタートしました。
綺麗に揃いました。3番ダイバキャグニーがいいスタートを切りました。しかしそこから11番ダノンプレミアムがスーッと内にコースを取って先頭です。2番手に3番のダイバキャグニーが2番手に控えます。前との差は2馬身半ぐらいです。その後ろ3馬身がいて8番の奇跡の追走です。向こう上面に入っていきました。さあ先手を取ったのは11番ダノンプレミアム。後続に3馬身4馬身とリードを広げて逃げていきます。2番手に3番ダイバキャグニーです。その後ろは2馬身半がいて8番の奇跡、その外4番手勤め9番アーモンドアイ、半馬身内が4番ダノンキングリー、直後に5番のウィンブライトが並んで内から1番のブラストワンピース、その12番次男坊、3馬身相手7番のクロノジネシス後方、内6番のフィエールマンが並んでいます。あとは4馬身10番のスカーレットカラー、最後方2番カデナという体型で各馬第3コーナーのカーブを迎えます。逃げる11番ダノンプレミアム、後続に3馬身リードをつけて 1000m は60秒5で通過です。3コーナーを回っていきます。2番手には3番ダイバキャグニー、3番手1馬身8番の奇跡の追走、その外に9番のアーモンドアイが並んでいきます。さらには12番の次男坊、ここは3頭3番手集団、直後に5番のウィンブライト、その内が4番のダノンキングリー、そしてその外から上がってくる7番のクロノジェネシス。残り600を通過、第4コーナーをカーブ直線へ。さあ逃げる11番のダノンプレミアム、リードは1馬身、奇跡が2番手、ダイバキャグニーが並んでくる、楽な手応え。その外に9番のアーモンドアイ400を通過、そして12番の次男坊、その外から無地を狂って7番のクロノジェネシスが追い上げてきた。さあ先頭11番ダノンプレミアムが粘る、そして9番のアーモンドアイ無地が入って並んできた、その後ろからクロノジェネシス、そしてウィンブラ、そして6番のフィゲールマンが突っ込んできた。さあ先頭はアーモンドアイの悪い2番手6番のフィゲールマンか、内7番のクロノジェネシス、2頭が並んでの接戦。しかし勝ったのは9番アーモンドアイです。アーモンドアイ見事8冠達成です。史上初芝の G1 8勝目、9番のアーモンドアイ見事な勝利です。粘った11番のダノンプレミアムをあっという間にかわしました9番のアーモンドアイ、そしてその外から7番のクロノジェネシスが迫りましたが、さらに外から6番のフィエールマン、またかいな、この2頭の2着争い、最後6番フィエールマンが2着に上がりました。勝ったのは9番のアーモンドアイです。2番手が6番のフィエールマン、7番のクロノジェネシス、わずかに遅れて3番手でしょうか、2頭が並んでの2着争い、その後に11番ダノンプレミアム4番手の入線です。そして8番の奇跡5番手です。正面の掲示板、1着9番アーモンドアイ、2着6番フィエールマン、3着が7番のクロノジェネシス、4着11番ダノンプレミアム、5着が8番の奇跡です。東京競馬第11競走第162回天皇賞秋 G1 制したのは9番のアーモンドアイです。